ございます。なぜ何のやましいこともなければというかセクハラをやっていなければ事務次官を辞任する、こんなことは必要ないわけであります。まあ、職責を全うできないとか迷惑をかけるとか言いますけれども何もやっていないのであれば堂々として居座って、辞任もせずに、堂々としておられればいい。あたふたと辞任をする、まあ、それこそ、やましいことがあるという証拠、まあ、自分でセクハラをやったと、まあ、認めたも同然と言わざるを得ないと思います。まあ、残念ながらご自分から自白をされたという形ではないでしょうか。本当に、むちゃくちゃやってることが、むちゃくちゃであります。私たちの税金を扱う財務省が、税金を、集めそして、使い道を決める、財務省がこのような経済というわけであります。まあ、もちろん、まあ、テレビ朝日さん、記者が、被害者だということです。まあ、テレビ朝日さんも何を思ったか、最初は、この、被害を受けた、女性の問題に対して適切に対応しなかった、こういったものも会社の方もしっかり反省をしていただきたい、まあ、そういうふうに思います。まあ、いずれにいたしましても、財務省がむちゃくちゃというのはもう明らかでございます。森友問題では籠池のおっさんに対して、口裏合わせをこれよ財務省の方から持ち帰り、そして、今回のセクハラなんともアホな結末となったわけであります。まあ、これで本当は幕引きとしてはいけません。辞任で済ませていいのか、本当は懲戒免職にすべきではないのか。まあ、辞任だったら退職金は出ますが懲戒免職であれば出ません。大違いです。まあ、国民の、まあ、税金使い道という意味でも、まあ、懲戒免職とこれあれでは、辞任ではただの自己都合の辞職ではこれも大違いであります。しっかり真相を究明していくということは、今後も必要ではないかと思います。無責任な辞任という、財務省、もう無茶苦茶であります。やっぱり一度これも解体すると、解体に等しいことを財務省しなければならない、そういうふうに思います。まあ、しかしじゃあ、財務省だけが悪いのかといえばそれは違う。それは開き直り、こういった手法は、安倍さん、そして麻生さん、そういった安倍政権の、トップがやってきたことであります。要は親分が悪ければ、子分もそれを真似をする、それが財務省の、ありさまではないかと思います。財務省だけではありません。防衛省も契約の日本問題洒落立っていません。情報の隠蔽、イラクが戦闘地域ではないという戦闘地域だという根拠が崩れるような日報が発見されました。要はイラク戦争というのはアメリカとイギリスがイラクはテロ国家だ、そして大量破壊兵器を持っているという嘘の理由で始めた戦争です。嘘の理由で始めた戦争を日本は支持し、そして
イラクは戦闘地域ではないという嘘に基づいて、派兵をした、まさに嘘まみれの、イラク戦争であります。ここも同じようなことを起こさないためにも、嘘の戦争に 嘘を前提とした、自衛隊派兵をしないように、しっかり情報を、今回も検証していかなければならないし、それこそ、関係者の責任は重いと思います。しかし、そういった、防衛省の、人に自衛隊員に悪いことをさせてしまったのを、安倍総理、責任が重大です。要は無理をして海外に自衛隊を送って戦争に参加をさせようとするけ、それを正当化するために情報を自衛隊員の人たちが、隠すと、いうことが起きるんです。
そして、スポーツニュースの時間にも入れない。それどころか残業代も今までのようには出なくなる、まさに踏んだり蹴ったりの結果に、サラリーマンの皆さんなるわけであります。絶対にこの高度プロフェッショナル人材制度、これも含めて導入をさせてはいけません。厚生労働省は過労自殺を防げていない、そういう状況がある。裁量労働制の不当な適用、これを防げていないという状況がある以上、現状の裁量労働制であっても、これしっかり厳格にやっていく必要があります。裁量は導入させない、こういったことが必要ではないでしょうか。嘘にまみれた、今度プロフェッショナルの、人材制度を含むいわゆる改革を、これを隠し撤回することはありません。そして財務事務次官含む、財務省全体的な出直しをさせなければならない、そのように思います。政府からは一見する、危なくなったら、辞任をする、最初は開き直っておいて危なくなったら、辞任をして逃げる、そういった財務省、こんな財務省に増税をさせてはいけない、そういうふうに思います。特に消費税増税、庶民から税金を絞り取る、そういったことをさせてはいけない、あるいは、我々の福祉を、カットさせる、そんなものも含めて、こんな財務省にされたくはないじゃありませんか。財務省は解体的な出直し、そして、防衛省、ここについても徹底的に、真相を究明していく、そして嘘の理由で始まった戦争に、嘘の前提で派兵をしていた、そういったことをしっかり総括する、そういったことが、防衛省関連、あるいは安倍政権、その前の小泉政権を含めた、海外派兵についてしっかり、検証をしていくということ、そして、何より憲法違反の安保法はやはり廃止をしていくと、いうことが必要ではないでしょうか。ましてや、こんな嘘にまみれた、安倍総理、立派に、憲法を、こういったものを言いざらせる、これはこれはもう豪快な長い政権としてはもはや、全ての事業部で、不祥事が明らかになった、そういう民間会社と同じような対応を取るべきでした。民間会社に習い安倍社長夫妻は退陣、そして第三者委員会に検証を任せる、海を助ける、これが当たり前ではないかと思います。今一番、腐っている組織、それは行政である、そういうふうに日本で一番腐っている組織は行政である、国の行政である、そういうふうに言わざるを得ない残念な状態、これを立て直すには決定した第三者による検証と、そして社長の退陣、これしかない、神戸製鋼所でやったような、社長の退陣と、第三者委員会での第三者による検証、こういったことしかないというふうに、申し上げたいと思います。最後に、ちょっともう一つ残念なことですが、申し上げなければならない、どうしても言わなければいけないことがある、それは、県庁の不祥事であります。県庁でも広島県庁でも文書の、改ざんが行われました。県民をバカにした拒絶をした公文書、バカにした相手方の県民から公開請求があったらそれを改ざんした、本当にへしからん事件であります。
私も2011年まで県庁に勤めておりました。11年ほど勤めて近く勤めておりました。本当に県庁 OB の一人として情けない思いがいたします。そしてもう一つ情けないことがある。広島県知事、今の湯崎知事の対応です。追加の文書改ざんについての追加の調査はしない、そういうふうに、おっしゃいました。一つ文書の改ざんがあれば、その職員は他にもやっている常習犯であるという可能性が高いんじゃないですか。それとも文書の改ざんについて検証をしたしたら、それこそやばいことになるんですか。そう思うわけであります。知事自身がもともとは情報発信、情報公開、そういったことで当選をされている。私もそういったイメージで、一票を入れさせていただいたわけでありますから、しっかり海を出し切る、まあ、そういった、知事に入れなければならない、そういうふうに思うわけであります。本日は、財務省は解体的出直しをするしかない、防衛省は嘘の戦争に嘘の理由で参戦をした、そういった、ことの検証をすべきであるということを発表しました。そして、その防衛省、幹部の36歳の自衛官が、国会議員に対して国民の敵だというふうに反応したという事件も起きております。本当にシャレになっていない。要求すべきである、そういうふうに思うわけであります。そして、また、厚生労働省の、不祥事、こういったものを含めて、安倍政権は対応し尽くして、行政府の、行政府全体が民間企業であればもうこれは腐りきっている状況、全ての部署で動
介をして優勝予定です。第3試合